ザトップ10は1981年4月6日から1986年3月31日まで日本テレビ系列局で毎週月曜日20時20時54分に生放送されていた音楽番組5年間における放送回数は256回全番組の NTV 紅白歌のベスト10のリニューアル版で毎週独自の邦楽ランキング上位10曲を カウントダウン形式で発表し、ランキングされた曲を歌手が披露していた。紅白歌のベスト10の公開放送スタイルに、TBSK で放送されていた、ザベスト10をミックスしたような番組構成であり、そのザベスト10と双壁をなす人気番組ともなった。これを意識してか、プロデューサーの吉岡正俊氏は、影響されないように、ベスト10をあまり見ないようにしていたという、全身の 紅白歌のベスト10と同様渋谷公会堂から公開生放送を行っていた。ただし渋谷公会堂が使用できない時は日本青年館東京郵便貯金ホール日本テレビジースタジオのいずれかに場を移して生放送された。毎回番組の冒頭で会場に来た修学旅行の中学生や高校生たちの姿がよく紹介されていた。 歌手が関西方面に集中し、大阪、池田市民文化会館大ホールから生放送したことがあった。さらには、蒸気会場が使えず工事待ち、日本テレビのマイスタジオを使ったケースもあった。ザベスト展と同様、当日会場に来られない歌手が各地から中継で登場することもあった。なお、ランキング発表時だけではなく、エンディングにも中継を呼び出していたが、 歌手が次の仕事へ移動したためその場におらず、リポーターだけで締めたことも多かった。放送は、プロ野球の試合が基本的にない月曜日であったため、通常は放送休止になることは滅多になかったが、特に9月から10月にかけて月曜日に急遽試合が組まれた場合は、巨人戦中継が優先された。生放送、また、前もって出演者のスケジュールが調整されていたことも、 あり放送休止とはいかず、多くは翌火曜日16時にとって、出しで、録画放送が行われた。なお、民放2.3局地域のクロスネット局を中心とした一部系列局では、他系列番組などの関係上録画放送のネット受けができない場合があったため、それらの局に配慮して、翌週の放送冒頭で簡単に、ランキングを紹介していた。毎週第4位までの歌唱。 紹介が終わった後、合間のランク圏外の11から20位を紹介する。もうすぐ、トップ10の担当として、東京、麹町の日本テレビ H スタジオに、エレクトリックおじさんとして、当時局アナだった徳光がスタンバイしていた。当時の徳光は、ズームイン。朝、の司会との掛け持ちであったが、ズームイン。司会のために日本テレビの近くに住居を借りていたため、出演が可能であった。 1982年9月より、エレクトリックお兄さんこと小倉アナにバトンタッチされ、また代役として、小林看護アナが出演した時は、エレクトリック上司だった。酒井が出演できない時、初期は高島忠夫や徳光などが、ピンチヒッターで司会を務めたことがあった。1984年10月8日、放送分では酒井がロサンゼルスから、衛星生中継で登場。 当日は日本テレビ人スタジオからの放送でスタジオサブも一緒だったため小倉が司会とエレクトリックご主人の一人に役をこなした。一方、行方が夏季休暇などで休みとなった場合、例として1984年9月17日の放送ではすでにリポーターを降りていた小坂井が一よ限りでカムバックしたことがあった。ランキングの基準はレコード部門。 優先部門、ネット曲部門、リクエスト部門の4部門を合わせたポイント制で決定。各部門の配点比率は非公表。毎週のランキングは20位までしか発表されていないが、100位まで出されている。なお、レコードや CD が発売されなければ、はがきのリクエストがあっても、ランキングに反映されなかった。少年隊がレコードデビュー前に話題曲コーナーで出演し、 あなたに今グッドバイという曲を披露したが、歌唱前に司会者より、ハガキのリクエストをいただいても、レコードが発売されていなければ、ランキングに反映されない。胸の説明があった。この番組は、ザベストテンとタイトル、中身もよく似ていたのだが、それぞれ異なるところがある。ザベストテンでは、オーケストラによるスタジオでの生演奏がほとんどで、ベストテンオリジナルのアレンジがなされていたが、 ザトップ10では、レコード音源を流すことが多かった。生演奏の場合でもベスト10や夜のヒットスタジオより、プレイヤーの人数が少なく、アーティストのオリジナルバックバンドが出演することも多く、レコードに近いアレンジだった。ザトップ10では、日テレ系番組の主題歌や、日テレ系列のレコード会社であるバップ所属の歌手が、高めにランキングされる傾向にあった。特に、アイドル、 演歌歌手の曲はザベスト10よりも高順位でランクインもしやすい傾向にあった。なお、矢野明子、松山千春、松東谷由美、井上陽水、渡辺美里の5組についてはザベスト10に上記曲で出演経験がある。話題曲コーナーでの披露は除く。系列は放送終了時のもの。2010年より CS 放送で再放送されている。なお、 VTR の保存状態や楽曲の著作権等をクリアした回を中心に純不動で放送しているほか、肖像権の問題により、ジャニーズ事務所所属歌手とサザンオールスターズ出演の回は未放送もしくは該当部分を割愛しての放送となった。放送当時と同じ標準画質で放送されているほか、地上波放送当時と異なり、文字テロップが表示されない場合がある。 2012年からはファミリー劇場で不定期放送されており、同チャンネルにおける音楽番組の再放送も当番組が初であるなど、歌のコーナーがある、バラエティ番組を放送することはあるが、音楽主体の番組の放送は当番組が初となった。なお、放送回数表示は地上波放送当時に準ずる。2014年12月24日に、 サーティースアニバーサリー菊池桃子 in top 10日本テレビ秘蔵映像集として菊池桃子のザトップ10歌のトップ10出演時の歌唱映像を収録した DVD ボックスがバップから発売された。ありがとうございます。